お疲れっす。はい、お疲れっす。どうしたんすか最近はい、みずきちゃんが近くに引っ越してきたみたいなんで。はい、お、ついに。はい。はい。どうぞ閉めますか。まあ言ってあるんですけどね。あ、みずきちゃんの家に、うん、行くことは伝えてあるんですけど。はい。なんか部屋の中入ったことないから、うん、この間なんか荷物を玄関まで届けてあげたんだけど、うん、まあ中は見てないんで、行ってみますかっていう。はい。顔の傷すごいね。すごい毎日毎日、うん、増えてるわ。いやめっちゃ痩せたと思う。めっちゃ痩せた。わかるよ。わかる。すげえ。しかもめっちゃ腹減って。みずきちゃんになんか飯作ってもらおう。ノンタイトルバカおもろいっすね。やばいっしょ。ノンタイトルマジおもろい。結構好きなんですよ。まだ見てない人時代遅れですよ。これね、本当シーズン1も、うん、新チャンネルで50万再生ぐらい取ったんだけど。なんかさらにクオリティ上がって、うん、でしかもその出てる人もクオリティ上がったから、はい、マジ楽しい。俺3話まで俺は見てるけどね。いやもうねネタバレしてくるんですよこの人。言ってないと思う。今回の話は継承賞も1位取って、ね、すごいですね。すごいよあれ。でしかもその、まあ、シーズン1のさ勝者はさ、はい、もう初日で1億売り上げてるからね。おお、すごいすごいよね。もう勝ったチームはあのカドレだっけ、あんないよね。いやすごいすごい、なんかビジネスモデルだね。この YouTube で、うん、シーズン1、シーズン2、シーズン3って今後続けていけば続けていくほど俺どんどん株主になれるから宣伝して、ね、成功者も増えていくけど、はい、俺とヒカル君はすごいよね。でもこれ日本のそのなんていうんですか、経済界的にもめちゃめちゃいいことしてると思うんですよ。いや、それが目的だからね、もともと。なんか企業とか、ね、そういうのが事業を作っていくのって、その日本の、なんていうか、教育ではないじゃん、学校で。そうですね。そうだから、その会社を立ち上げたりするのって、すごい抵抗あると思うし、うん、なんか知識がないから、なんか社長になるのってめっちゃ難しいと思ってる人が大半だと思うんだけど、なんか実はとても簡単なことだし、なんか、それこそ俺より優秀な人なんて、もう、ね、日本の3分の1以上いると思ってるぐらいだから俺は、うん、でみんなやらないから競合は少なくてこうやって成功してるけど、でもああいうノンタイトルとか見てさ授業のやり方を学んで、でいろんな人がやってったら、ね、日本の経済がバンってね、そうっすね、いくよね。楽しみだな今後。マジでおもろいよあれ。ぜひ見てほしい。はい、概要欄貼っておきますね。はい、はい、ちょっと準備していきますか。はい、はい、もう着きますね。すごいとこ住んでるな。結構いいとこっすね、場所。場所めっちゃいいよね。女の子の家なんて何年ぶりに行くよ。あ、でもセリナちゃんの家ちょっとだけ見せてもらったな、前練習終わりに。あ、でも家入ってないけどね、それも玄関まで。あ、こんな感じかみたいな。家の中入るの久々すぎるな。確かに。え、女の子の家行ったの最後いつだ。女性の家、これいつぶりだ。まあ絶対結構行ってるだろ。4日ぶりとかか。なんてやついるやん。おい、4日ぶり。4日ちょいかな。みずきちゃんの家すごい個性的そう、なんか。え、でもね、多分引っ越ししたばっかだから あんま荷物ないかもしれん。伝えてはあるんですよね。伝えてはある。あ、じゃあ行きますか、ここから。はい、ちょっと待てよ、みずきちゃん家の部屋の番号がわからん。何番だっけ。みずきちゃんも動画撮ってるっぽいな、多分。あっちのチャンネルで。あ、なるほどね。うん、電話しても出んの、うん、寝た。そんな、いきなり寝る。電話電クスに OK です。何これ。みずきちゃんリズムが独特なんだよな、本当に。ちょっと天然だよね。天然だね。天然っていうか、なんだろうね。なんか、セリナちゃんとみずきちゃんと吉田くんってなんか独特の世界観持ってるよね。うん、マイペースっていうか。なんて言うんでしたっけ、あの世代のこと。Z 世代。ああ、いや、吉田くんは違うでしょ。ああ、吉田くんはゆとり世代。吉田くんはね。本当にゆとりってるもんな。孤高の存在だよね、もはや。うん、いい言い方するとね。うん、みずきちゃんはなんかね、ずっとなんかたまに遊び来てもうろうろしてんだよね、なんか。
でもさ、この間みずきちゃんと話聞いてたんだけど、みずきちゃんって兵庫県のなんかめっちゃ田舎だったのよ。その Google Earth で旅に行ってみたら、その実家に遊びに行ったのよ。Google Earth してる？ Google Earth してる。 Google Earth 結構好きで、うん、したらほんと山の子レベルの、もう山に囲まれた、俺たち、俺の家あるじゃん、わかる？実家、もう 500m ぐらいで海でさ、山に囲まれててさ、あれを超えるレベル。どういうこと？あれ超えるって。だからもう自然やばいやばいレベルのその山、山の子自然と一体化してるよ、もうあれ以上、18までそこでいたんだって、兵庫県のその高校通うまで、そっから東京に出てきて、まあ今4年ぐらい経ったのかな。なんかもうずっとバイト掛け持ちで頑張って一人で生きてきたらしいよ。すごいよね、なんかその辺のさ力強さっていうかさ、たくましいよね、水木ちゃん。なんかこびない感じが好きだな、俺。でなんか OK ですって来て、なんか部屋の番号何って聞いても教えてくれないんだけど既読も並んだんだけど、じゃあ寒いから一回閉めていいですか翻弄されております。女の子一人でさ、18歳から来てさ、4年間東京でさ過ごすのって結構難しいと思うよ。それこそなんかパパ活みたいな線とさ、すごくない？経済的にもね、きついと思うけどね、でもすごい頑張ってきたんだろうなと思ってね。物価めちゃめちゃ高いですからね、東京。でも逆にさ、そういう感じがなかったからこそ俺も契約したし、なんか人柄に惚れたというか、なんかちょっと混ぜてないというか、なんかそのこびない感じ、なんか言わんとしてることは分かる、分かるでしょ、まあそんな私生活をね、ちょっと覗いてみようかと思っておりますが、部屋の番号が分からないと結構いいマンション、これですよ、これ見えないけど皆さんは、めっちゃいいマンション、いろいろ聞きたいな、家賃とか。結構高いと思うよ今。普通にだってこれ多分20万弱じゃない？ミケルが一番最初に住んでたあの王子、より絶対いい。だから多分20万いかないぐらいだと思うよ。まああのうちの事務所、芸能事務所、芸能事務所っていうか、まあインフルエンサー事務所立ち上げたじゃん、今3人契約者いるけど、あの全員あの家賃補助も出してるし、半額ぐらい出してんのかな、だっけ。結構すごいすごいいい会社よね。待遇いいっすね。待遇良すぎるよね。たくさんはかかれないっすよね、そうやって考えると。だから俺もともとその自分がやっぱさ人としていいなって思った人がいいから、まあ少数精鋭できたよね、協力にしたいっていうかさ、でもすごくない？なんかもう3人とも10万人超えてて、すごいね。てか5万人ぐらい行ってんのか。みずきちゃん16万人ぐらいで、塗り棒ももう15万人ぐらいいたじゃん、最初契約した時9万人ぐらいだったけど、セリナちゃんが一番すごいけどね。その登録者はまあまあまだ12万ぐらいなんかもしれんけど、50万再生アプリでしょってるから。え、あの動画は上がる？この前に、まあこれより前に上がってると思う。うん、佐々木の彼女ね、急上昇乗りそうだな。なんだろうね、でも俺のチャンネルも最近200万再生ぐらい当然に撮るから、当然に撮ってると急上昇じゃないのよ、分かる？あのシステム。ああ、そっか、あの動画はみずきちゃんのチャンネル、せいなちゃんのチャンネルじゃないのか。あ、そう。ああ、サブか。メインメインか、完全にメインでしょあれなんで連絡してくれんのこの人なんとなく想像できるわ、めっちゃバタバタしてそう。バタバタしてるからちょっと待ちますか、連絡来る前に。じゃあまた回します。寒いな、花粉めっちゃ昨日から出てきたな。いや、入っていい？どうです、お邪魔します。お邪魔します。綺麗やん、めちゃめちゃ。これ新築？これ新築です。なんかいい匂いするけど。ご飯作ってくれた。おー、すごい。あ、すごい、メゾネットなんだ、すごくない？すごい。普通になんか俺こういう家好きなんだけど、こういう家好きだ。ちょっと待ってください、上あの一旦、あの洗濯物だけ
やなきゃいけない。行っていい、行っていい。下着がやばい。早速。下着がモザイクかけたらいいの。俺たちが見たらセクハラになる。待って、領収書もやばい。ちょっと待って、ちょっと。焦げてない？大丈夫。やばい、ちょっと待って。大丈夫ね。料理してもらってる間にちょっと。俺のご飯を作ってくれてるみたいなんで。ああ、なるほど。原料食にしてくれた？え、多分。大丈夫です。え、ゆずきちゃんで撮ってるの？はい、ここ撮ってる。おお。今、世界線が合いました。生姜ゆずきちゃんはさ、そのまま料理し始まってさ、上はいけないって言うんだったら、とりあえずここら辺にちょっと見てこい。はい。まずマジ狭すぎて一瞬で終わりますよ。え、でもなんか、なんかこういう料理好きだけどね。なんかあんな広い家に住んどいて言うのあれやけど。たくまさん、好きじゃないたくまさん、はいはい、生姜って皮むかないですよね。生姜皮むきます。皮むきます。お願いします。はい。え、でも食べる感じなのか、なんか風味で使うのかで変わるじゃん。刻んで使います。刻むとは？ちょっと、まずこの、かわいい、なにこれ？フィギュア。これ、あれだ、水木チャンネルで紹介してた？え、なんか、水木ちゃんってやっぱ、男の子っぽいよね。なんか収集癖あるんだね。確かに。こういうのって女の子あんまやらなくない？これ可愛い系だよね。可愛いけど、でも集める趣味たまたくない女の子。確かに、まあ、あるか、カバンとかたまに。フィギュアはよっぽどないと思ってる。え、この辺の引き出し見てていい？え、いや、ダメですね。ちょっと一回見よう。見よう。あの、下着なんで。あ、これ下着か。とりあえず下着って言っとけばいいと思う。全部下着。そんな下着あるなくさ、そんな全部下着だらけの間違いじゃん。本当に、ここ下着と靴下でこれ、なんかヒートテックとか入ってこっちは大丈夫。そっちは大丈夫ですけど、え、なんかドンパッチみたいなのいいね。なんもないですよ、ここ。え、ちょっと焦げる大丈夫です。見てください、これ。え、下のちょっと紙袋とか、ちょっとあれです、ちょっと見せたら。これフルフェイス。え、フルフェイス。バイクこの人好き、ね、あ、そっか。なんか終わりっすね、もう。人はダメです。これいいな、ユキボン。え、なんかいいな、この家。こういう家もありだな。俺も一回こういう家に引っ越そうかな。あ、一回？あの、なんかその方がもっと格闘技強くなりそう。確かに、めちゃめちゃ集中できるだろう。てかでも俺あの家さ、上しか使ってないけどね。確かに。ユキボンか。これソファーは変わんの？置くとこないですね。え、これヨギボーがいらないんじゃない？ヨギボーこれ。ヨギボーの方がいいんだ。ヨギボー置いたらソファー置くとこないです。てか、テレビがないね。もうテレビ使わないだろ。普通にテレビ見くない今の時代。まあ、でもなんか、映画とかさ。この辺見れていいじゃん。おー、収納。ただの重い。あー、普通に。はいはい、収納。こういうとこ、タトが好きなんでしょ、入るの。そう、俺基本こういうとこで。そう、そこハリーポッターっぽくないですか、ちょっと。確かに。ここも大丈夫。あそこも大丈夫。おー、なんかすごい、いろいろ。なんかいろいろ。あれ、いつ引っ越してきたのって。どんぐらい？1ヶ月前ぐらいですね。あー、でもだいぶ片付いてる。家賃いくらですか？確かに。家賃が16ぐらいです。あ、16。おお、意外と、まあでも狭いか、ちょっと16万の住めるのすごいよ。うん。え、領収書、どんな領収書が見ていきましょう。これ領収書を一回見ていこう。何系なのか。まずはこれちょっとよくわかんないですね、何か。あ、これあれか、タクシーや。やばい、炒めすぎた豚肉。あれ結構買い物してますね、ちゃんと。あ、これ今日のやつ？今日のやつ。あ、今日のやつ。今日用のやつでした。あ、ジュラピケ？あ、それはなんかこの間子供生まれた友達がいて、あ、行ったね。そう、行ったんで、それで必要品で。必要品ね。上行っちゃうか。確かに。じゃあ、じゃあ、あれが本当に。あれがとか言ってるよ。いいよ、モザイクかけるから。一瞬いいっすか。じゃあもうモザイクなしで行った方が視聴者喜ぶんじゃないですか。火つけっぱで行くな。じゃあ、代わりにこっちお願いします。
おお、え、これ大丈夫、やりすぎちゃう。大丈夫、え、めっちゃうまそうなんだけど。めっちゃうまそう。だけどこれ豚じゃないの。豚肉痛すぎたんです。みずきちゃん減量って言ったけど、俺これえ、もうハイカロリーすぎる。ハイカロリーすぎる。なんか脂肪の塊用意してたんだけど、この人。あ、こんにちは、みずきチャンネルの皆様。これ OK です。みずきちゃん、これ太らせようとしてるよね、俺のこと。え、俺のこと太らせようとしてるよ、これ。いや、豚肉だけですよ、野菜たっぷりだ。こんな油だらけの。ちょ、もうちょっと、じゃあ散策していきます。え、これ結構時間かかるの、もしかして。え、ここ何、トイレ。もう一枚です。あ、そこは、いや、お風呂。待って、玉ねぎ入れる。え、結構時間かかりますよ、これ。ここからあと1時間とか。いや、わかんないです。わかんない。わかんないと。じゃあ上行きますか。はい、いやー、でもいいっすね。物少ないですね。うん。あ、え、加湿器こんなとこ置く？はい。普通寝る横じゃない？いや、なんか中間の方がいいかな。どういうこと？効果ないですよ。上には。上にはいかんでしょ。え？これ上には絶対湿気いかんでしょ。あ、そうなんですか。絶対2階に置いた方がいいよね。もう豚肉痛すぎた。おお、すごい、めっちゃいい。いいね、なんか。あれ、寝てるやん、プーさん。なんかめっちゃよくない？うん、なんか、え、俺好きなんだけど、こういう家。え、しかもこれ、ベッド、これ。これ何？え、これ、備え付け？え、備え付け？あ、フレーム、ベッドフレームだ。え、でも俺このサイズだと絶対落ちるの。これ、こうやって寝たいタイプだから。ああ、真っ暗で合いそうだ。天井高いな。ね、すごいね。うん、これで16万か。ちょっと怖いもんな、俺この高さ、この角度。俺高所恐怖症だから。これ結構いいっすね、なんか男が好きそう、うん、電気つけるか。俺も好きそうな家。おお、照明もおしゃれ。ビルしたい。なんかぬいぐるみ好きなんだね。そして女の子らしいとこはちゃんとあるんだ。あれ、吉田くんいるやん。あれ、これいるやん。みずきちゃんがよく LINE で使ってくるやつ。あ、ほんとだ。これめっちゃ使ってくるよね、あの人。めっちゃいいんですよ。やばい、腰が。物貸し席は絶対意味ないと思うわ。これが上からの景色ですね。え、風呂ってどこ？お風呂、その真ん中で。真ん中。真ん中とこれ。はい。大丈夫、入って。はい。下着保証あんだから。大丈夫です。おお、あ、洗濯機もここにあって。なるほどね。電気。電気。はいはいはい。おお。あ、めっちゃいい匂いするじゃん。めっちゃシンプル。なんかめっちゃいい匂いするけど、シャワー入ったのか。いや、昨日の夜ですね。あ、そうなんだ。終わってしまったか、これ。終わったね、完全に。はい、瞬殺した。そんな見るとこないですって。確かに終わりましたね。でもなんか、弱かったっすね。うん。ちゃんと生活できてて。うん。まあでもなんだかんだ18からずっと一人暮らししてんだもんね。そうですね。でもじゃあ、今までの一人暮らしの場所よりはだいぶクオリティ上がったってこと？みずきちゃん、はい、市場。はい。ああ、そうだよね。あれ、みずきちゃんゲームやるんじゃなかったっけ？ゲームやりますね。え、でもテレビないじゃん。あ、そう、今もうやれてないです。あ、そういうこと？どんな感じなの、普段もう。家、どのぐらいいるの？家、あんまり、あ、でもいるか。いるときは、なんか、シーンってしててちょっと寂しそうだね。え、ずっと音楽かけてます。ああ、だよね。女性の家に来たのが2年ぶりぐらいだよね。2年ぶりですか。女の子の家行くことないじゃん。まあ、そうですね。確かに。でもなんか、そんな女の子っぽい家ではなかったね。女の子、女の子。女の子ってどうなんですか。なんかさ、なんか、なんていうの、俺の想像するのはなんかあれなんだけど、なんか、ピンク系が多くて、ピンク多くない？いや、またふわふわ系が多いみたいな。ああ、そういう感じじゃなかった。そんななんか可愛い感じあんま好きじゃないからか。ああ、でもぬいぐるみ多かったけど。ぬいぐるみは好きなんで。ああ、
プーさんと一緒にいるんですよ。プーさんと寝てます。佐久間さんがディズニーで買ってくれてます。あーね、あ年季の入ったあれ人形いました。おみくろくんにか年季は分かるよ。私が多分3歳ぐらいと思ってる。どれどれどれ。え、上にプーさんの横に。さすがにもう一回上がるの腰痛いんよ俺。この雰囲気はいいやろ。あ、これちょっと待ってやばいのいるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、お風呂。これ3歳、この子3歳からいるの。はい。え、あのチコやつ。はい、今よ。あれライオンです。これこれカルカルっていう名前なんです。3歳から3歳からもう生きたそうな顔してるよ、ね、そろ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 死にたそうな顔してるやん。もうライオンじゃないじゃんこれ。じゃあ、え、これライオン。でも私の友達、地元のみんな知ってますこれ。違う違う違う、ちょっと待って、持ち方やめろ。その何か、じゃあリスじゃん。え、これ何、毛が二頭もかぶったリスじゃん。これ縦髪、ライオンです。ライオン、これ縦髪あったの。ありました、ハリカンです。タンチパーマみたいになってるやん。でここ穴開いてるし、そろそろ燃えたいと思うよ。え、多分そろそろ燃えたいと思ってると思う。なんかその魂があるとしたら、もう辛い辛いよってなんか顔が言ってる。そう、うん、サムネこれにする。いやいやいや、伸びんでしょ。引っかかるか。目がもうやばいもんね。いっちゃってるもんこの目が。3歳からって何年？何歳かな。だもうすぐ20歳ぐらい。18?19 ぐらいか。19年に存在してるってことでしょ。ちょっと戻してきます。神戸の王子動物園で買いました。なんでこの人形だけずっと持ってる。なんかある。なんかもうずっと昔から持ってるやつなんで、うん、まあやっぱあれなんだろうね。ちょっと芸術的才能ある人たちは感性が違うんでしょ。ということでね、はい、あのみずきちゃん、料理回ってきますか。そうだね、引っ越してきたということで、はい、初めてのルームツアーさせてもらいましたけど、はい、まあ特にめちゃめちゃ面白いこともなくなんか安心した。安心ですね、うん、まあいい場所だし、うん、ということで続きはみずきチャンネル。みずきチャンネルで、はい、めっちゃ腹減ってやばいね俺、練習終わってから。あ、何も食べてない。何も食べてない。ご注意待ってください。なんかあと1時間ぐらいかかるんじゃないかっていうね、なんかその心配はあるんですけど、まあちょっと続きね、はい、見てもらえたら、はい、どのぐらいのなんか料理の出前がなのか、はい、そんな感じで、はい、概要欄から行ってください。ありがとうございました。